君と僕のマッチアップバレンタイン。そうね、ズキュッズキュッ、いくぞ。これあったあった。リヒトにチョコをもらってほしくないから。海のスマホ。やったやった。おめでとう。一番好きな、一番好きな、ごめんなって。さあ、それでは続いてはヘンファンのチョコを渡すタイムです。はい、はい、巻いてください。ヘンファンはあげられて決まってますか？はい、決まってます。うわ、即答ということで。即答だね。じゃあテンポよく行きましょうか。じゃあヘンファン、あげるメンバーを教えてください。はい、あれから1年いつもありがとう。僕がチョコをあげる人はタケルです。お前あれ、ね、あれから1年って言ったよね。あれからってタケル前へ。どういう意味だ。あれお前タケルは人気。ヘンファン、じゃあタケルへのメッセージをお願いします。今年1年間ずっといろいろお世話になりました。ありがとう。何よりもタケルと目線合った時、いつもタケルが多分無意識的にこううなずいてくれるの、あれにいつも救われてます。何してくれてんだよ。いつもありがとう。はい、受け取ってください。誰も誰も邪魔すんな。いや、ちょっと私ください。もう奪われるなんて。嘘だろ。ちょっとマッチアップ。ちょっとマッチアップ。いけいけいけ。去年のあれは何だったんだよ。あれから1年って言ってたじゃないか。演技は。そうよ、そうよ。幸せだったけど、けど私は真実の愛を探し出す。許せねえよ。いけいけ。さあ、この感じ望み全然ないですけど。はい、ゲームこちらです。タケルです。タケルは決定権がございます。はい、決めました。レジットを見つけ出せ。はい、それではゲームに行きましょう。さあ、このゲームはレジットにちなんだゲームとなっておりますが、タジ、はい、レジットとはどういう意味ですか？はい、レジットというのはあの略語になってまして、はい、レンジでチンしよっとでレジットなんですけれども、皆さんこのアルバム売れなくなるぜひ使ってみてください。お願いします。はい、探してもらう小女子はこちらです。お、はい、いいね。さあ、2人はこのヘンファンをボール探し当ててください。お互い自信ありますか？まず避ける。あ、もう見えてます。えじゃ反則ですね。反則です。すいません、すいません。反則見えてないから。反則見えてない。さあ、対してシロット、自信はどうですか？そうですね、さっきフェンファンが言ってましたけど、俺だって真実の愛ここで見つけてありますよ。うわー、レジーツ。レジット見つけ出せ、スタート。あ、出てこい。かわいいよ。出てこい、出てこい。俺のフェンファン、あの時作ってくれたよな。俺のフェンファン、今見つけてやるからな。今探し出してやるからよ。意外と難しそう。へー、使わないんだね。ないね。ない。出てこい。リヒトが、リヒトとマサヤばっかが出てくる。どこだよ。勝者はタケル。勝って欲しかった。寒かったよね。やだ。じゃあメンファン、タケルにチョコを渡してください。今まで何をしてる。何をしてる。今までありがとう。ありがとう。なんだ。どういうことだ。ありがとう。ありがとう。消えろ。何だったんだよ今の。カメラに背を向けて寸劇始まった。
ということで、見事、まあ、残念やったな、お前は。一時の、一時の恋でした。一年限定やったみたいだ。はい。さあ、続いては高塚ひろむ。はい。うーん、はい、どうぞ。俺はもう、あげる相手は決まってますか？決まってます。うん、よかった。もう、聞くまでもなさそうですが、発表してください。はい、僕、高塚ひろむがチョコをあげるメンバーは、ジン！やお願いします。どういう展開？いや、ジンはね、まあ去年ね、去年俺にくれたっていうのもそうなんですけど、まあもうかっこいいです。うわー、嬉しい。かっこいいです。なんといっても僕たちのね、いろんなダンス練習してますけど、ジンが一番大変なことしてます。すごい陰ですごい僕たちを支えてるなと思って。いや、ありがとうございます。僕はジンにあげたいと嬉しい思います。やばい、めっちゃ嬉しい。それでは、ヒロム、ジンにチョコを渡してください。やっと、ジャンプ。やめろもう理由は聞かないです。はい、じゃあ、ジン頑張ろう。ありがとう。選んでください。俺か。やっぱこれはね、クイズテレビジョン。さあ、ジン、自信はありますか？はい、いや、もうやはりね、指名されたからにはやっぱめちゃくちゃ気合い入れていきます。そうね。対してリヒト、はい、俺もなんか遊ばれてるので、はい、絶対にやってる。はい、行きましょう。クイズテレビジョン。ヒロムはどれ？ということで、これ何、これ、これむずいな。はい、うわ、それでも分かった。うわ、めっちゃむずいって。俺も分かったかもしれない。どっちかな。よし、あ、分かった。ジンさんには全員答えられる気がする。パパッと当てる方がヒロム愛が強いですよ。お、当てます。それではそれぞれ回答をオープンしてください。せーの、ジン。あ、食べた。あ、あれ、あれ、ちょっと延長戦あるぞ、これ。うん、他がね、ちょっと違うね、違う人っぽいよね。はい、あ、じゃあとりあえず答えをオープンしてください。ということで、2人とも不正解。4番って言ってました。4番かと思った俺。4番がヒロムでした。さあ、続いての問題は早押し問題です。おお、じゃあガチいきますよ。クイズテレビジョン。これは何の企画？めちゃくちゃ怖い。出る。クイズ出る。恥ずかしい。クイズ番組みたいになってる。なんかつけてる。さあ、早押し、早押しですよ。あの衣装は？なんか変わってってるの。そうですよ。違う。何これ？ちょっと来た。何これ？なんだこれ？何の企画？さあ、何の衣装？俺分かったぞ。分かった。はい。なんで水？分かった。これで。分かった。なんで水持ってる？分かった。さあ、何の企画だ。ごめん、わかんない。ちゃんと水かとか見て。ちゃんと水かとか見て。あー、わかったわ。え、マジなんだ。どういうこと？はい、リスト。いや、フリーマーケット。正解。それでは改めてヒロム正解をオープンします。まあまあまあ、
テレビショッピング。はい、ですね。フリーマーケット正解ですね。まあ正解です、正解です。ということで勝利したのはリヒト。はい、今勝てるか。これが本来の姿。何これ、これリヒト。マサヤのやつやんけ、これ。いやいやいや。いや、そうだよ。いや、そう。どういう気持ちやリヒト。君が本命だよ。簡単な、簡単だったんだよ。乾杯、乾杯。悔しい。乾杯です。くんじゃねえよ。乾杯でございました。もうやだ。それでは次の人に行きましょう。さあ続いては翔吾。来たよ来たよ翔吾。はい、まだ相手は決まってますか。決まってます。それでは翔吾がチョコを渡す相手、発表してください。はい、木村まさやだぜ。よっしゃ。めっちゃ嬉しい。君の笑顔が好きです。うぇ、うぇ、うぇ、いやもう、はい、それにつきます。好きです。近づいてったね。おお、はい、離れてる。おお、おお、マッチョ。あー、マッチョ。なんかギャちょっとマッチョ。今ちょっと触っちゃったね。うん、ちょっと触っちゃったんだ。遅かったから。確かに。え、じゃあダメする。ダメする。じゃあ、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 ちゃんとプライベートで仲いいじゃん。おい、俺も好きだよ。うん、だからこれさすがにここまで来たらもうくれる人いないかもしれない。でも俺が仲良くないみたいに言うなよ。な、俺よとの方が仲いいだろ。いいぞ。大丈夫、やべえ、決めようぜ。はい、じゃあ選ばせていただきます。俺がゲームを選んでください。どうするかな。同じでレジットを見つけらせ。ヒロト君はね、はい、作業でやってますから。もうタジのことならいつでも探し出せますね。マサヤ君は自信ありますか。いやもう絶対もらいたいです。もう、そうです、もうもらいたい一心で。確かに、頑張るよ。はい、ということで探してもらう写真はこちらです。おー、すごいね。正直頑張れ。絶対見つけるぞ。両方応援してる。あれおもろいですね。なんかムスッとしてますね。はい、それではいきますよ。レジットを見つけ出せ、スタート。いけいけいけ、2人とも本気だ。2人とも本気だ。負けられないぞ。はい、これ何これ。芸術家始まるを出せ。やったか。止めろこいつの暴走。はい、よくやったよ。見つけたのは木村まさや。おめでとう。おめでとう。ジョーカーです。トゥルーラブ勝ったな。はい、それでは翔吾くん、まさや君にチョコをあげてください。やっぱ君だよ。イエーイ。素晴らしい。素晴らしい。ヒロト君は惨敗。西君大丈夫か。西君考える人になっちゃったのか。大丈夫か。ということで次の人に行きましょう。さあ続いては、ヒロトです。来ました。前に来てください。来た来た。誰だろうね。もう略奪するのや疲れました。もうないよね。もう出し切ったもん、ね、出し切ったもん。でも本命にあげれるんでちょっと元気出してください。まあそうですね。はい、あげる相手は決まってますか。決まってます。でも僕の心はだいぶあのこの1、2年で変わりました。やばい。ここ来るまでもだいぶ多分心情がねちょっと激しかったと思います。悲しそうな目してるな。はい、じゃあチョコ渡すメンバーを発表してください。助けたいです。助けたい。お、助けたい。高塚ひろむ。とても正解。助けたいんだ。助けたい。おい、お前目を覚ませ。いい加減に目を覚ませよ。
こいつは危ねえ男だぞ。お前もいつか俺と同じ目に遭っちまうぞ。君ももう独占欲にまみれてもリヒトのことしか見えてないぞ。君を助け出したい。そうか、このチョコを食えばな。怖い。リヒト、モテるね。お願いします。ありがとうございます。高塚ひろむです。ひろむお前だよ。次のステップ進もうか。ひろむありがとう。消えろ。何だったんだよ今の。君を助け出したい。このチョコを食えばな。チョコを渡してください。そのまま。ジャンプだ。お前も、まあ、なんで可愛くしてやるから。なんで今になってくるんだよ。俺が去年まで待ってたのに。なんで今になってくるんだよ。全然かな。遅いよ。演技は俺が絶対に可愛くする。俺はこいつを救いたい。あれ逆にどういうことだ。あなたが私をダメにしたのよ。マッチアップ。なんでなんでみんな今になってくるのよ。ヒー君、私は真実さえを見つかったけど、心のどっかにまだヒー君のこと忘れてないです。浮気するタイプ。許してください。許しを声に来てる。ということで、ゲームを選ぶ権利はヒロムにあります。はい、どのゲームにしますか。悩みますね。ぴったり T シャツ。いいね。うわ、変わったね。さっきと違う。めっちゃおもろいやん。さあ、さっきと違う T シャツになっております。よっしゃ。さあ、こういった感じで。なんやろな。3人別々のものを選んでください。はい、決まってます。指さすか、せーの。あ、ちょっと。さあ、メンファンとヒロムが被ったのでじゃんけんしようね。第1話グじゃんけんぽい。はい、それぞれ T シャツ選択が終わりました。それではヒロトに渡したいと思います。西君がどういうの着るかな、こういう時に。確かに、うん、マジでそう。そうだな。あ、こういう感じなんですね。直感で、ね、西君。切れました。さあ、じゃあヒーローと魂 T シャツを選んだのか、登場してください。どうぞ。どいつもこいつも俺のことを縛りやがって。どれだ。自由にしたいよ。おかえり。渡さなければいけません。すごい。お前は俺しかいなかった。ただいまって。こんなはずじゃないのに。ありがとう。すごい。結局こういう運命なんか。さあ、それでは次の人に行きましょう。さあ、続いては藤巻京介。うん、10番。京介は挙げられて決まってますか。決まってます。はい、発表してください。
銀。銀やろ銀銀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 
です。もう分かってくれてると思います。はい、ありがとう。ちょっと待っちゃう。あっ、あれ、いや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 、クリスマス一緒に過ごしてますから。まあ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 そうですね、まあ、でそんな強くないこの一発。確かにね。マッチョお前は嘘だろ。お前は嘘だろな。お前松屋ヨドカリ呼ばわりするんだろうね。最近やっぱりリヒトと京介と3人でしゃぶしゃぶ行ったやん。ああ行きましたね。めちゃくちゃ楽しかったけど、うん、せっかく予約したお店が、新規のお客さん入れちゃったって言って予約取り消しにされたやん。はい。最悪やん。ありえないやん。ありえないそんなことないよ。そんなことないやろみたいな。悔しかったやん。悔しかった。また一緒にしゃぶしゃぶ行こう。さあ、ゲームを選ぶ金利は銀にあります。銀は金。レジットを見つけ出せ。あーいいね。じゃあ探してもらう顔写真はこちらです。キュン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 。わー、かわいい。もうワンちゃんみたいだな。好きなやつ。3人にはこの京介を探し出していただきます。それではいきますよ。レジットを見つけ出せ、スタート。キュンキュンキュン見つけろ。やばい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 やつおるぞ。いやもうお前フィジカル強い。フィジカルだ、フィジカルだ。うわー、これやこれ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 。あーちょい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 。なんやねん。またこれゲームどっけ。お前美人なよ。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 ということで勝利したのは3人。はい、おめでとう。なあ、あ苦しい苦しい。筋肉が筋肉強すぎて。行きましょう。じゃあ続いてはラストのメンバー松田仁。はい。お頼む。おお、MJ、どうだ。使わなくて済みたい、ね、MJ。じゃあ仁、また最初は決まってますか。もちろんです。おかっこいい。かっこいい。喋り方もかっこいい。なんかはい。じゃあチョコを渡すメンバーを発表してください。キュチー。あ、マジで早っ。マジですか。嬉しいな。でも本当、京介はいつも相談とか乗ってくれてるし、ね、本当に俺の全部知ってると言っても過言じゃない。本当に京介は京介がなかったら、あ、泣いちゃった。今は俺ないから。あ、でもこれ本当にこんな感じで泣いてました。あの、ね、おい恥ずかしいからやめてください。ジンがね、悩んでた時に、これで俺に会いに来ました。はい、電話して、そしたらじゃあ今から飯行くかって言ってくれました。そうです。役立つしづら。本当にお兄ちゃんです、僕の。嬉しい。それではチョコを渡してください。ありがとう。マッチダブル。マッチダブル。マッチダブル。これはもうおもらえなかったけど誰にも。悲しみのマッチダブルだよ。おでも銀のチョコください。ゲームに勝てば匠がもらえますから。はい、京介どのゲームにしますか。よーちょっと俺もやってみたかったんですよ。ちょっとかぶっちゃうんですけど、レジットを見つけ出せ。大事。何回すんねんこのゲーム。やりたいのやりたいの。やりたいの俺。大人気じゃん。さあ、たくみ自信ありますか。これ結構自信ある。さっきから見ててもなんかいける気がする。観察してた、ずっと。攻略したと。攻略した。はい、京介自信。俺陣のことはもう分かってきましたね。そんなもこれもなんか感じますね。どこにあるとか、陣がどこにいるとか。陣から向かってくると。そう。なるほど。それでは見つけ出してもらう写真はこちらです。
おー、かわいい。はい、この写真の人を見つけ出してください。いいよ。それでは、二人とも準備はいいですか、ね、はい。それでは、レジットを見つけ出せ。スタート。頑張れ。二人とも頑張って。フィジカル。レジットのフィジカルで。うわぁ。隠しながら見てる。隠しながら見てるよ。めっちゃ押してる。うわぁ。ということで、勝利したのは、京介。悔しいな、これ。行ってたと思ったけど。ジン、はい、京介にチョコ渡してください。京介、これからもよろしく。俺たちの年にしような。2024年俺の年じゃ。頑張ろう、頑張ろう。それが、これが楽しみだ。マッチアップね。マッチアップ。さあ、ということで全員終わりました。はい、ちなみにですが、チョコをもらえなかったメンバーはいますか？あれ、あれ呼ばれてないわ。たくみ、ジン、ヘンファン、ヒロト、そんな残念だったメンバーには、アイナイホルダースタッフからチョコが用意されています。これもらえんかったらもうショックで死にそうでした。ほんとにチョコの数が、トリュフチョコが1つ、チョコシュが2つ、シンプルチョコが1つしかありません。でも、はい、なので新曲、フェラリスビールのサビを歌いながら箱をぐるぐる回して、サビが終わっている時に持っているチョコをゲットすることにしたいと思います。みんなもらえるんだね。いい。ここでも争うの？なんだっけ、歌詞。じゃあ、いきますよ。はい、回してください。せーの。 Maybe one stop, come on my life, so I can again. Come on, come on, come on, 始まるから。 Life is like a fairness wheel, fairness wheel, fairness wheel.あの景色を見に、 Again and again。 すごい。ストップ。箱を開けてください。どうだ。せーの。あぶねー。チョコシュー。いいじゃん。めっちゃいいね。トリュフは？これトリュフです。すげえ。すごい。トリュフ。惜しかった。攻めて。四つあるよ。たくみは？いいね。なんかさ、みんなで食べようか。みんなで食べよう。ありがとう。ありがとうございます。今回セカンドアルバムマッチアップにちなんだ企画をやりましたけど、次の皆さんもマッチアップたくさん楽しんで聴いていただけたら嬉しいです。はい、それでは皆さん、せーの、バイバーイ。京介の最強のケミストリーを見せつけよう。今週はですね、あの人と、最強ケミストリーを見せつけてやりたいと思います。こちら。はい、どうも、京介が大好きな後藤健です。京介からチョコもらいました。さっき企画でね、あの本命はジンだったんですが。ん、何言ってんの。俺がもらったから。俺が本命だよ。そうですよね。今回やるゲームはまずストローありますよね、はい、こういう口に加えます。で、こちらにある輪ゴムを俺がこう引っ掛けてね、ここでタケルに渡します。だからタケルもここで加えててください。で、こう渡して、すっげーはずいんだけど。すっげー嫌なんですけど。これゲームなのでやっていただかないと、はい。で、タケルは受け取ったらここの箱に入れてもら う、うん、おう。で、これを1分間でこの並んでる輪ゴム5個をここに入れることができたら成功ということになります。タケル、自信ありますか？はい、自信あります。クリスマスで2人で過ごした時に2人でこれの練習したんですよね。じゃあ今ルール聞くな。な、してないだろ。ルール説明さすな俺に。本当に初めてぶっつけ本番です。はい、やりたいと思います、ね。
はい、たくみどうですか、自信は。もしかして俺やらんねん。え、俺今カメラマンにめっちゃ手してるからちょっと静かにしてくれよ。そうですか。俺もグッて、いいやつ撮ってるから。ごめんね。変なブレないでね。そう、ブレずに。変なこと言って。ありがとう、ありがとう。いじってくれてありがとう。はい。最強のケミストリーを見せてください。はい。いきますよ。それでは、よーい、スタート。まず、かける。結構、順調。これを。うまこれこうしとくかも。うまいぞめっちゃ。うまなんかすごいなこれ。いけるいける。あいけるいける。だけどそういいよ、それでもいいよ。取ればな、全部クリアになるからな。おい、なんかした今。45。何してやこれ。あと5秒。4、3、2、1、終了。クリアした。よっ。これ何個入ってたっけ。やれ。1、2、3、4、5、6。じゃあ、6入ってたらいいってことだな。5個だね。5個でしょ。5個か。3、4、5。クリア。あー、痛い、筋肉ありすぎて。よっしゃ。ということで、見事ということで、成功。俺らは最強ケミストリー。何それ。あ、書いてある。俺も別に言いたくないんですけど。はい、はい、書いてあるんで。言いたくない。俺ら最強ケミストリー。はい、いやー、なんか京介の新しい一面見れた気がして、なんかすごい。どこで。いや、ここで。新しい一面見れた気がして、本当めっちゃ嫌ですねこれ。めっちゃ恥ずかしかったです。ということで、藤巻京介の、俺らは最強ケミストリーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。